今こそ北海道を元気にしたい。札幌ではイベントの中止などで行き場を失った花が人々を笑顔にしています。頭を色とりどりの花で飾る花人間、生花店のガノンフローリストが行っているサービスです。このサービスが通常9900円のところ、花代の半分ほどに当たる3000円で体験できる取り組みが人気を呼んでいます。その名も北海道を花で笑顔にプロジェクト。花で北海道を笑顔にしたいっていうのがメインで、市場とか生産者の方も困ってるんで、できるだけ花を買ってあげたい。新型コロナウイルスの影響で結婚式や卒業式が中止となり、行き場を失った花を活用したいと、店では通常の6倍の花を仕入れました。美唄から来た松本さん親子、長女の稲瀬さんは今月ピアノのコンサートを控えていましたが中止になりました。楽しみが全部ダメになってしまったので、楽しめる場所があるんだっていうことを知って、じゃあやろうって娘と。稲瀬ちゃん何の花にする？これ。分かった。それね、それね、バラの仲間だわ。これまで2人合わせて30回花人間になってきたという松本さん親子、はい、いつも同じ花じゃないから、なんか毎回毎回楽しみでしょうね。わかんないよ。完成した姿に稲瀬さんは、綺麗でした。すごく今を見てもやっぱり綺麗です。今回のはすごく本当に頭にお花が咲いてるように見えて、すごく綺麗です。飾り付けを終えたお母さんも、久しぶりに外に出たので本当に楽しかったです。暗い心まで華やかにしてくれるこのプロジェクト、店は今後クラウドファンディングで募ったお金で花を購入し、街中で配る企画も考えているということです。